ハナフィー学派の有力な地域ハナフィー学派は、イスラーム教寸の派のイスラーム法学における学派で、ある。四大法学派の一つであり、ハナフィー法学派、ハナフィー派とも表記される。一般に、イスラーム法学の諸学派の中で最も寛容で、近代的な学派であるとみなされており、地中海の東部沿岸地域と北、アフリカを中心に、中央アジア、パキスタン、インド、 中国でも有力な学派である。現在全ムスリムのおよそ30%が本学派に属す。ハナフィー派は他のスンナ派法学派と同じくクルアーンを最も重要な方言とし、スンナをそれに次ぐものとする。しかし他の学派に対するハナフィー派の特徴としては、法解釈においてキアースの意義を重視することが挙げられる。またキアースの沿用による、 法的規決が人用し難いものであった場合、裁判官がラーイに基づく判断を下すことを認めている。ハナフィー派はヒアルを行うことにも寛容である。そうした特徴を持つため、四大法学派の中で最も柔軟な法解釈が可能であるとされる。ハナフィー派は比較的女性の権利を尊重する傾向にある。例えばハナフィー派では、青年女性が 事故の意思によって婚姻契約をすることを認め、他者が女性の意思に反して彼女を結婚させることを認めない。一方離婚について、夫が妻の貫通を理由として離婚申し立てをした場合、夫が承認を出すことができず、またアンラーにかけて自分の発言の真実を誓うことを拒んだ場合、リアンを行うか嘘をついたことを宣言するまで、夫を監禁する必要があるとする。 さらに、リア案が行われた場合も、なお裁判官による離婚許可を必要とする。また、後で、夫が妻に対する非難を取り消して抽象罪による無中打ち刑を受けた場合には、再婚が認められる。また裁判の際に、女性の承認が求められる場合、他の方角派では、複数の女性承認が必要とされるが、花フィー派は、女性一人であっても証言を有効と認める。 ハナフィー派の見解によれば、非相続人の判決兄弟は遺産の相続権を有するが、全血兄弟は相続権を有しない。他の方角派はこのような見解を取らない。ハナフィー派は枠符が設定された場合、対象物に対する設定者の所有権は消滅し、アンダーに移転すると考えている。対象者から得られる収益は、アンダーの有する非蔵物のために用いられる。 また設定者においては、枠府に設定された物件を、その設定の目的となるものもしくは枠府物件の管理人に、枠府を引き渡す義務が発生とされる。花フィー派では、ある事案について裁判官が紛争の経緯を正確に知っている場合、他に何も証拠がなくても裁判官自身の知見だけを根拠として判決を下すことが許される。 また一般にすんな派方学では判決の公正性を担保するためとして裁判官が商業に従事することを禁じているが、ハナフィー派だけはそれを認める。ハナフィー派は、刑罰、制裁の適用にあたって、やや寛容な傾向を持つ。例えばシャリアでは窃盗犯に対する刑罰として、両手両足を相互に切断する行為が定められているが、ハナフィー派は、 右手と左手の切断を行うものの、再犯歴が3回以上を数える、類犯犯罪者については、手足の切断を行わず、投獄のみで相当と判断する。またイスラームからの廃墟は一般に死刑に相当するとされるが、ハナフィー派は廃墟者が女性の場合、死刑を行わず投獄のみとする。東京大学総合研究博物館の野口敦史は、 南アジアでのハナフィー派は仏教も経典の民として扱っていると主張している。マララ・ユスフザイは国連でのスピーチで仏だを預言者の一人として扱っている。ハナフィー派の創始者とされるのはアブー・ハニーファであり、ハナフィー派という学派名も彼の名に由来する。ただしハナフィー派はアブー・ハニーファ一人によって確立したものではなく、彼の弟子にあたるアブー・ユースフと、 孫弟子にあたる、シャイバーニー王も含めてハナフィー派の3、大学祖とされている。ハナフィー派の源流は、イスラーム初期のクーファにおける、法学派に求められるが、これらの学祖たちによって、クーファ法学の伝統に、バスラ学派の要素が合わせられてハナフィー派法学が、形成された。アブーユースフが、アッバース朝第5代カリフの、ハールンアイコールラシードによって王、カーディに任命されて以来、 ハナフィーハは、アッバース町歴代カリフの保護を受け、アグラブ朝やセルジュークアサ、さらにはムガル帝国でも採用、重視された。オスマン帝国も建国当初からハナフィーハを保護し、歴代のスルタンもこの派に属した。また、オスマン帝国中央から派遣される管理や、訪韓も皆ハナフィーハの者たちであった。そのため、かつてオスマン帝国の影響下にあった地域では、 現在も有力な法学派となっている。1978年3月9日、ライフル銃を持ったハナフィー学派の12人がワシントン DC の市役所、ユダヤ人共済組合本部ビル、海峡とセンタービルの3カ所を襲撃して選挙。一時は市長を含めた100人以上を人質に立てこもる事件が発生した。首謀者らは過去に発生した。 殺人事件の犯人を引き渡すよう要求したが逮捕された。一連の襲撃で二人が死亡し、11人以上が負傷した。ありがとうございます。